この辺り？そうですね。あ、そこの右手ですね。え、2階です、2階。右手の。ちょっと、すごいこと書いてある。あ、そこ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 、それ、それ、あれ？あれ、あれです。焼きいくらって書いてある。あの、ここ、昼、夜は居酒屋らしいんですけど、はい、昼間は洋風のちょっとランチメニューがあって。はい。洋風のランチメニュー、はい、あのハンバーグとオムライスの店になってるんです。食べ、俺ねもうほんとここ2週間ぐらいずっとオムライス食いたいと思ってよかったです。そうそう、ほんと、はあ、ここうわめっちゃ多い、めっちゃ多い、めっちゃ多い。あ、ほらほらほら、あーほんと、あっこれ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 、かわいい。これ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 、女子じゃねえか。そうそうそう、もしかしてオムライス食べてきた。食べた。うわー、美味しかった。あー、すいません。いや、これそう、ここちょっと話題らしいんですよね。すあのさ、恥ずかしいね。おっさんがぶつくさ言ってくるお店。うわ、うわ、しゃ、あー、そうそうそう、ここ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 、いや、ハンバーグとオムライスの店これさ。何？お好み焼き屋さん？鉄板焼き屋みたいなんですよね。なるほど。夜はイクラっていう。あ、そういうこと、はい、で昼間がこのハンバーグオムライスイクラになるんです。ちょっとさ、行ってみようか。はい、お願いします。かなり厳しいと思うな。すみません、実はですね、はい、私あの中島と言いまして、あ、すいません、はい、YouTube もやってるんですよね。見てます。あ、本当ですか。本当ですか。ヘビーユーザーかも。うわー、いや、実はいいですか。うわー、よかった。嬉しい。夜は鉄板系の、ね、夜はあのまた違くて鉄板焼きの、昼間はハンバーグ、昼はハンバーグとオムライスですよね。2業態。うわ、楽しみ。失礼します。失礼します。こねてらっしゃる。あ、本当だ。あ、こねてるね。ハンバーグ。あー、いや、これいいね。いや、あったかい、あったかい、あったかい。いや、鉄板焼きで熱々になりたい。よし、何頼む。うわ、いや、もう、うわ、これ、うわ、どれ、いや、どれいきますか。これみんな頼んでるのは、はい、やっぱオムライスのここにハンバーグが入ってるってやつですか。そうですね、こちらとこちらですね、はい、オムバーグといってハンバーグの上にふわふわに巻いたオムライス。下はご飯が下についてるんですね。そうですね。なるほど。チキンライスが下に入って3層になってます。3層、はい、やっぱこれチキンライス、ハンバーグ、オムレツ。なるほど。どうする。そしたらじゃあもう3層見たいですね。3層見たいよね。3層、はい、のデミグラスバージョンと、うん、明太ソースのバージョンと一つずつお願いします。わかりました、はい、ありがとうございます。少々お待ちください、はい。できた。蒸し焼きにして、はい、はい。美味しそう。美味しそう。
そう。猫の手、犬なんです。犬の手。オーナーが飼ってる犬が、あ、犬がイクラっていう名前。あ、へえ、それでイクラなんですか。うわで、おうわ、おいしそう。うわおいしそう。うわおいしそう。これうわおいしそう。ザクッといっちゃいますか。はい、いよっ。うわいよっ。いよっ。いよっ。うわ開けるよ。うわおいしそう。うまそうだね。おいしそう。うわ、おいしそう。うわ、おいしそう。うわ。いくよ。あー、おいしそう。いただきます。うま。やっぱね。ハンバーグがまずめちゃくちゃ美味しい。ふっかふかなんですよ。それにこのデミグラスのコクとさ、うまいよ。これチーズも入ってるじゃない、はい、だそのチーズもねめちゃくちゃいいんだよね。うわ美味しそう。これ見て。これすごくないですか。うわこんなうまそうなね。うわおいしそう。よいしょ。うわおいしそう。よいしょ。ではこのソースと一緒にいただきます。めちゃくちゃうまい。かくこれすげえぞ。この明太クリームソースもあのチキンライスとどうなのって思ったけど、うん、ものすごくコクがあってマイルドで、これさあーうそ、すげえぞ。めちゃくちゃうまい。あーいいっすね。あーうそ。うまどうもー。かくめちゃくちゃうまかったね。あのイクラはあの2月1日博多店オープン、これ見てください。ああなるほど、はい、博多店グランドオープン2月1日。これね、あのザ・ブラッサム博多っていうホテルがあるんですよ、うん、そこの2階、あのキャナルの近くです。
うまかったね。皆さん、おじさんはちょっと気遅れするかもしれませんけども、こっそりぜひ。